日本最大級の繁華街が広がる東京都新宿。街の一角には独特な雰囲気を放つ木造の建物があります。日本の伝統芸能が行われる場所で寄席と呼ばれています。中は舞台と中央の一席、両側には一段高くなった桟敷席があります。多種多様な演目が行われます。これは数分の間にハサミで紙を切り形にする芸、音楽と歌で笑わせる芸です。これは曲芸、バランスを取る妙技です。寄席に欠かせないのが落語。落語家が一人で座布団の上に座り、ユーモラスな物語を語る話芸です。落語には扇子と木綿の布、手ぬぐいが使われます。扇子は本来風を起こす道具。ここでは扇子を箸に見立ててうどんをすする様子を表現しています。手ぬぐいを手帳に見立てて読んでいる様子です。扇子と手ぬぐいはさまざまなものを表現します。落語が始まったのは17世紀。庶民の娯楽として人気が出ると次々と物語が作られました。今も古典落語として継承されています。落語の中で多いのが間抜けな人を題材にしているお話です。これは間抜けな男性と上品な女性の結婚生活を描いたお話。男女を演じ分けています。お前の名前は何て言うの。自らことの宣言を説いたもんや。手を床につける仕草と声色で女性を表現しています。丁寧すぎる女性の言葉を理解できない男性の戸惑う様子から笑いが生まれます。あら我が君、あら我が君。なんだよ、もう少しか早いね。おい、今日は仕事が休みなんだからもう少しゆっくりしててもいいんだよ。一人で複数の人物を演じる落語。落語家が巧みに会話を転がしていくのが見どころです。何人もの登場人物を演じ分けながら物語をこう語っていく中に笑いというものをこう取り入れていくというのが意外と珍しいって言われてるんで、こういう文化があるってことがね、分かっていただけると嬉しいですよね。落語は英語でも広がっています。演じているのはユーモアを研究している大島紀美恵教授。落語を英語に翻訳し自らも演じてきました。これまで多くの国々で公演しています。世界的に受けのいい話のネタっていうのはやっぱり愚か者の話というのはもうどこの国でもこう聞いてるお客さんもこれは大喜びなわけですね。大島教授に海外でも好評な落語を演じてもらいました。目の前の行き倒れた人を親友だと勘違いした間抜けな男性が引き起こすお話です。間抜けな男性が親友を訪ねる様子です。2人の会話が笑いを誘います。結局親友が行き倒れた体を引き取りに行くことになります。笑うっていうことはもう人種も文化も国境もないんですよ。一緒に笑っただけで一種類の人間になるんだなっていう感じがしますね。落語の笑いが世界の人々をつないでいます。